いらっしゃいませ。ミルカのゲームプレイ動画屋さんようこそ。どうも、ミルカです。はい、今回はこちら、じゃじゃん。テラバトの山本 P のパズルクエスト、やっていこうと思います。はい。パズドラの、プロデューサーで有名な、ヤマピーこと山本プロデューサーさんが監修したクエストです。では、やっていきましょう。うん。で、こちらの今、一番上の山本 P のパズルクエスト、1の方、1と2があります。2の方はちょっと難しいので1の方からやっていこうと思います。簡単にご説明いたしますと、敵も今回動かせます。で、敵も動かしながら、同じ色の敵を3体以上を消す感じでいきましょう。で、3体以上じゃなくても倒せるのですが、3体以上で倒すとアイテムがいただけます。今、4体ね、同じ色のキャラクターを消したので、消したというとあれですね、倒したので2つゲットいたしました。で、5列こんな感じで5列同じ色を倒すと3ついただきます。こんな感じで消していけばアイテムがどんどんいただけるというわけです。すごくいいクエストです。で、スタミナもそんなに高すぎではないので、アイテムが足りないって方いらっしゃいましたら、ここ回っていけばいいんじゃないかなと思いました。何ターンかするとボスが出てきます。まだここのターンでは出てこないんですけれども、でボスが出てきましたら3ターン以内に倒さなくてはなりません。このボスです。これ一応鍵の形したボスなんですけれども、はい。でこのボスは直で叩いてもあまり攻撃、っていうかダメージを与えられませんので、こんな感じで他の敵を列で消してあげて大ダメージを与えられるんです。なのでボスを倒すために同じ色の敵を合わせて叩くという感じですね。ちょっと頑張ってやってますこれ。次青です。で3個以上であればいいので、3つで消せば1個ゲットできますし、ボスにもそこそこダメージが与えられます。でも3ターン以内に倒すとなると、そうですね、これぐらい5列を2回と4列1回ぐらいじゃないと倒せないと思いましたので、はい、こんな感じで今倒しました。で、今お供が落ちましたよね。今回出てくるお供が限定のお供です。なので、まだお時間間に合いますよという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、やってみてください。アイテムもすごくいいアイテムがたくさん落ちます。はい。なので、私、ここすごく周回いたしました。まだまだね、育ちきってないキャラクターたちがたくさんいらっしゃったので、ちょうどよかったです。こんな感じで、クリアメタルちゃん、クリアメタルラムダちゃん、1体ゲットいたしました。で、下の方の山本 P のパズルクエスト2の方でもうちょっと違うお供も落ちたりもするということです。必ず1回につき1体落ちるというわけではありません。ちなみに私は結構周回したのですが、今回たまたま撮影した回で1体落ちました。ありがとうございます。で、今回すごいコラボレーションだったなと思いましたし、ゲーム性もちょっとまた変わってきて、敵が動かせたりとか列で消したりとかっていうのが関係ながらやるのがすごく楽しかったなと思いました。またこういうコラボのイベントとかね、やってほしいなと思います。ではでは、以上ミルカでした。またのご来店をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。パソコンからご視聴の方は右下のアイコンより、携帯スマホからご視聴の方は下の概要欄よりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。合わせまして、サブチャンネル、ツイッター、ツイキャス、ブログ、そして LINE 公式アカウントと LINE ライブの方も下の概要欄の方に載せておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではでは、以上ミルカでした。ではまた。